ますけど、ちょっとじゃあ話変えるんですけど、あのレックの模試とか当輪でどんな感じで受けられましたか？まあ、根本先生がよくお話授業中にお話ししたように、まあ、当輪はとにかく予習しないで受けるようにって言われてたので、うん、予習は全くしなかったですね、うん、まあ、民法の時に本当に民訴とかやってたりとか、うん、で予習なしで、まあ、その時間中全足検討をして、本当少しでも曖昧な知識は参画しといて、終わった時に そこをあのテキストで、あ、回答を見てテキストで確認して必ずチェックしてましたね、うん、ただ、まあ、そんなに時間もかけてなくて復習に、うん、多分2時間その日のうちに必ず復習して終わらせてましたね、うんうん、あ、すみません、あの今からこのこれでもそうですけど、はい、お話っていうのはそこそこ成績がある方の話です。例えばもともと卓越が12、3時間しか取れないとか、そういう方がそれやると絶対終わりますので、や全勉強してください。で復習も2時間以上やってください。お願いします。ってことで、じゃあ前提で存在に立ったら1日やっぱ復習アンパイにそんなに時間かけない、その日のうちに終わらせる。終わらせました、うん、なるほど、ね、どんな感じでしたか？私は当連模試受けた日は、うん、まあ、その日のうちになるべくはやって、うん、で、まあ、大体あの間違えたところをこうピックアップして、うん、で、うん、その2週間3週間後ぐらいに、うん、そのレックの方のこう何でしょう、あの成績表が出て、はいはい、でパーセンテージが大体出てきて、うん、でその中で自分が間違えたのをもう一回復習するように、うん、だから2回、あ、なるほどね、ないしは3回ぐらいは、うん、あの同じ模試とか当連をこう回す仕組みというか、うん、ルーチンを作ったわけですね。あ、そうですね、はい、うん、で大体45とか、まあ、40% ぐらい、うん、でみんなができ取れる人が取れるところを落としてる場合をこうチェックして、で見直してます。なるほどね。あの成績表ってそういう時使いますよね、あれね。あ、そうですね、はい、初め自分の自分だけは悪いかなと思ったら、あ、みんなできねえんだとか、逆にあのこれは難問だろうと思ったら、なんで90%いってんだと、でよく見ると、あ、あと絵でいけたんだとかありますもんね。成績表使いました。もう私もそのように同じようにはしてたんですけど、うん、私は逆にその1回受けたやつは2回3回はやらなかったです。おお、なんでまたそれは。なんででしょう、うん、なんかもう忘れたかったんですかね、なんか、うん、なんかまあ特に模試はやんなかったですね。模試の、うん、終わった後に1回その時に復習した後は、うん、その後はやらなかったですね。多分そのあれですよね、その模試当連で知識をそこから得ようっていうタイプと、はい、模試当連はあくまでも自分の勉強のチェックのためなんだと。はい、そうですね。ってなると多分後者なんでしょうね。私はそうです。その後はやっぱりひたすらテキストが私の中のいつも繰り返す教材だったので、うん、あくまで本当チェックのために使ってました。うん、どちらでした？私は多分前者です。なるほど。前者で、まあ、知識というか、うん、まあ、自分の弱点をこう知るって言って、うんうん、でまあ、当然テキストにも戻るんですけども、うん、それはなるべく何だろう、通学中できてた時は、うん、その時にこう、うん、なんだろう、電車の中でちょっと見る、ちょうどテキストも大体 A4 1枚ぐらいなんで、うん、で薄いし見やすかったんで見たりしましたね、うん、なるほど、やっぱその当連受け方も人によって違いますね。本当にその当連自体をインプットにするのか、本当に確認テストにするのかっていうのはやっぱ大きく違うなと思うんですけど、なんか他にもし当連なんか自分こういうふうに受けたよとか、なんか、はい、なんかありますか？はい、いいですか、はい、先生が一度だけお話ししたんですけど、うん、まあ、もし私もし大体いつも受けるルーティーンは決まってたんですけど、たまになんか先生がすごい前の日にすごい深酒してみたりとか、うんうん、もう本当寝ないで行ってみるといいよみたいなお話ししてたんで、私今年去年かな、うん、今年度うん、まあ、延長もあったので、うん、模試他校を含めて8回受けたんですよ。よく受けたねあれ先生が修行だと思って受けろって言ったじゃん。多分言うと思うそれは、うん、でその中の多分 1,2 回前の日にすごいワイン3本ぐらい飲んで行ったりとか、うん、よく行ったねそれも。行きました。どうでした？いや、それで私気づいたんですけど、うん、あ、ちょっと感じ悪いんですけど、うん、本当にある程度ちゃんと成績が取れていれば、うん、どんな状況でもあんまり成績変わんないんですよ。うん、で前の日寝ない日も一回行ったんですけど、うん、それもあんまり頭がちょっと働かないなっていう感じはするんですけど、うん、あんまり変わらなくて点数自体は、うん、それでそれは良かったと思うの点は、結局私本試験前ほとんど眠れなかったんです。その前の日2時間、うん、朝の4時ぐらいまで眠れなくて、うん、その状況で行ったんですけど、うん、やっぱり寝ない状況で1回模試受けてるので、うん、多分大丈夫だろうっていう
なんか変な自信があって、やっぱ一回やってみるといいんじゃないかなって私は思います。通じますよね、先ほどの話ですね。そう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 。一回なんかこれ、あ、昔あれやってんだから大丈夫だろうって思えるのね、うん、その経験って大きいのなと思いますね、作るとね、はい、うん、私の時もそうだったので、なんかそのなんか飲んだ、あの私もすごい負荷をかけて申し受けて、はい、実際それ全然その負荷より楽だったんですごい気持ちよかったんですけどね、はい、やっぱその負荷をかけて申し受けるってのは一つの方法かなと思います。何かありますか？そうですね、先ほど話したのと重複しちゃうかもしれないですけども、うん、やっぱりそのスケジュールをこう模試に合わせないっていうか、うん、どうしてもやっぱりあの短めの、 あの 1,2 年目とか3年目ぐらいまでは、うん、やっぱなんか模試でやっぱいい点を取りたいっていう気持ちが、ね、でも自分もあったし、うん、やっぱそれをモチベーションにできるっていうのもあるんですけども、うん、やっぱり本試験って何が出るかわからないっていう状況の中 で、うん、で極度の緊張っていうので、うん、まあ、なるべく変えられないところ、例えば私は休憩時間の過ごし方とかを結構念入りに考えてたりしました。あの本試験の1時間半ぐらいですかね、うん、あの休憩があるんですけど、私はとにかく寝る、2,3 年目ぐらいまでは本当に自分の用意したテキストとか持ってったんですけど、うん、ちょっとあの持病の頭頭痛が あるので、あの、うん、眼精疲労からの、うん、なのでそれと向き合うためにもう寝ようと、うん、でアイマスクみたいな、なんか蒸気のアイマスクみたいなのを買って、うんうん、もうあと好きな音楽を聴いたり、うん、リラックスするっていうのを、それをもう模試の時からずっとやってました。なるほどなるほど、はい、本当に本番のシミュレーションとかですか？そうですね、はい、ほう、1時間半何やってました？私も寝てました。やっぱ私も同じ須藤さんと同じで、3年目ぐらいもやっぱり必死に見てたんですよ、うん、午後っていうかお昼やってずに、うん、もう結局その見たやつって出ないんですよ。出ないんだよね。出ないんですよ。それだったら午前、まあ、特に本試験なんかもう午前でもう頭すごい疲れてるんで、とにかく頭を休めてましたね。私は本当に寝てました。うん、そうですよね、あの本当出ないんですよあれね。そう、出ないです。あとさっきの話に強いんですが、直前ほら1週間何もできなかったじゃないですか、はい、でもつくづく思うんですけど、直前1週間でやったことで出ないんですよね。そうですね、多分なんかあの自分の不得意なところをこうピックアップしてるから、なんかすごい難しいもん。難しいから、どんぐらいマニアックな論点ばかりならないんで、いやこれ本当やる意味あるんだろうかと思うんだけど、もう あれはもうある意味あれですよ、もう自分の心の安全、うん、安定剤ですよね、本当にね。そうですよね、やっぱ寝るっていうのはいいですね。もしで、あとなんかどうでしょう、なんか今日のためになんかこれを話したいってことありますか？そうですね、今日のために、いや本当にあの根本先生の授業に出会えたのが私の中では結構でかいなと、司法書士試験で。あの私そんなにその学生の時から勉強してきたタイプではないので、うん、でその勉強の仕方すらわからなかったところからの行政書士スタート で、うん、で行政書士の時もなんとかその暗記で乗り切ったタイプだったので、うん、でやっぱ3年目以降はその経験したことなかった、うん、その司法書士の長いこの受験期間で、うん、そこをどう乗り切るかっていうので、やっぱその、まあ、初心じゃないけど、うん、やっぱ法律学ぶの楽しいな、授業楽しいなっていうのを、うん、こう改めてこうこの1年感じたなっていう、うん、なのでいろいろその他の講座もあの根本先生の講座を取ってみたりとか、うん、それがもうそうですね、あとはもう延長期間入っちゃったので、私は逆にテキストじゃなくてもう一回授業を見直しました。で根本先生の場合2倍だとちょっと聞き取れなくて、うん、1.7 倍で聞いて、はい、でマイナー分野はそれだけやって、うん、過去問とかもやったりしたんですけども、それをメインにやってました、あの延長期間は。何かありますか？今日のためになんか仕込んでいて、まだ話してないこと、はい、まだいっぱいあるんですけど、あれですよね、勉強方法ですよね。何でもいいじゃん、はい、でもあの先ほど話したんですけど、まあ、他校を含めて8回受けたんですけど、あのもし、うん、でそのまあどこの学校とは言いませんけど、いや民法にやたら推論問題がなんか出てくるよ。嘘でしょ。いやいやいや、ある知ってますよね先生。知ってるけど。あ、そう、いやそういうやっぱ模試とかも受けたので、うん、でそのあそれはまあ別にやっぱ取れないんですけど、うん、先生に相談したらまあ修行だと思えって言われて、うん、でそのそこの他校の模試2回受けたんですけど、うん、1回目はなんか動揺しちゃったんですよ、うん、やっぱ推論って思って、うん、でも2回目はなんか途中でなんか
なんだよこれと思って笑えるような感じになっちゃって、なんか周り見たらみんな動揺してるなと思って、だからその経験はやっぱ良くて、あのやっぱり本試験も定期約款出ましたよね。出たね、うん、うわー出たよと思って、うん、その時私笑ったんですよ、うん、やっぱそういうのって重要で、本試験で笑えるってあんまなくて、うん、ないと思うんですけど、やっぱさっきの話になるんですけど、やっぱ模試と答練はやっぱ負荷をかけるっていうのはやっぱり重要なのかなって思います、うんね、うん、そうすると本番に来た時に笑えるというか、うん、安心できるもんね。そうですね、うん、あと一つですか。あとやっぱ過去問あれなんですけど、午後のマイナーはやっぱ過去問だと思うんですよ、先生もおっしゃってたんですけど、うん、それを本当3ヶ月で、本当直前3ヶ月で、うん、まあ、2週間でぐる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 、まあ20年分ぐらいをずっとやってたんですよ、午後のマイナーだけは、うん、もう本当に条件反射的に出るって言ったじゃないですか先生、うん、本当に条件反射的になってて、もう本試験マイナー科目やっぱ11問全部合ってました。10分で解きました、うん、私も一応それが目標だったんですよね、あの100人種みたいな感じで完璧種目みたいな感じで、あのなんかつまめいぎってやつ言って研修官に教託できるとここまで来るともうね早くなると思うんですよね、はい、うん、どんな感じありますか今のような絡みで。そうですね、特にやっぱ先生の授業 の、うん、あの分析力を、うん、それをまあ私も参考にして、うん、多分こういうスケジュールとかもそうなんですけども、うん、それですね。あとはちょっと話変わるかもしれないんですけども、うん、X さんの、私その延長期間に入った時に記述が苦手 で記述はやっぱ残しておきたかった、うん、新作問題を、うん、でもここで使っちゃうのはなと思って、うん、レックのサポートセンターの方に電話して、うん、聖戦討論かなんかの 実力要請編の記述10回分と、うん、記述の強化の4回分の、問題集、うん、問題を、うん、取り寄せたいんですけどっていうのを電話したら、うん、あ大丈夫ですよって、うん、で、ね、ちょっと時間かかんのかなと思ったら、うん、ほんと1週間1週、2日間ぐらいで早いね、家まで届けてくれて、うん、その期間こう長く勉強できたので、まあ、ちょうど延長期間入って記述の強化をしたかったので、うん、本当にそのサポート面で助かったなっていう。全然俺全然わからないんですけど、レックのそのお便りそのサポートとかって他と比べてどんな違うものなんですか。多分配送のスピードは圧倒的に速いと思います。そうなんだ、はい、私も今回その初めてね、うん、問い合わせもしていいのかなっていう気持ちもあったんですけど、うん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 、まあ、なんかねこう後悔したくなかったので、うん、でやりたいと思ったんで、うん、そう聞いたら心よく、うん、じゃあ頑張ってくださいみたいな一言をいただけて、うん、それもちょうどねコロナになってこう、うん、こういう状況で通学もできなくなっちゃったので、うん、まあ、すごいその心強かった印象があります、うんうん、でなんかこの件で結構もう通いきれないというところでなんかレックの方としても模試をどうしようかって結構悩んだんですよね。でやっぱ会場実施やめるかやめないかって思ったけど、やっぱり会場実施しようって言って踏み切ったらやっぱ皆さんからよかったよかったと思ったんですけ ど会場実施で受けられましたか。どうでしょう。あ私本当に、レックさんにすごい感謝してるのは本当に当連も模試も、まあ、こんな状況でもありながらも会場、うん、まあ、教室、うん、会場でやって私は主に池袋で受けてたんですけど、うん、池袋受けてたんですけど、うん、すごいありがたかったですね。やっぱ家で受けるのと会場ってやっぱ違う。やっぱ私の場合家だと集中できないんですよ。逆に、うん、なんか家だとゆっくりできるから点数取れるだろうっていう説もあるんですけど、うん、私は逆に取れなくて、周りにこう人がいた方がもう乗れるっていう感じだったので、うん、本当に今回ありがたかったですね、うん、感謝しかないですね。会場で受けられましたか。私は、1回のみ1回その本試験会場と同じ日でや場所でやってくれるっていう日を、まあ、電話して、うん、変えていただきたい、うん、それまでは全部、自分の事務所があったので、うん、そこで何でしょう時間計って、うん、ただそれも時間も、結構その1時間とかでこう択一解いて、うん、で記述も含めて大体、うん、3時間で午前中で解いちゃうとかをやってました。ただその復習にこう
とか他の勉強にしたかったので、うんうん、ちょっとあんまり今年はその模試っていうのに重きを置かず、うんうん、あの本当にまあ流しで全教科触れられる日っていうイメージでやってたので、うんうんうん、で1回だけですねその会場行ってちょうど小板橋さんともお会いしたんですけども、うんうんまあ、やっぱり本試験私は 日大の方で本試験受けたので、はいはいはい、本当そのまんまのああそうかそうかそういうことか場所が待ってましたね、まんまではい、うん、なんであまりその緊張もせず、うんうん、まあもしだ、うん、みたいな感じで行きましたね、はい、分かりました。じゃあほぼ最後の方になってしまうんですが2つほど、まず1つあのもし他社からレックに来られると思った方に何かアドバイスができれば何かありませんかね。あそうですね、まあまあ、レックさんにもたくさん講師がいらっしゃるのでやはり自分に合った先生を見つけてほしいと思うんですよ。私は根本先生がすごい合っていてで、まあ、レックさんにも根本先生と他の先生がいるので、うん、必ずお試し授業は多分できると思うのでお試し授業を受けて自分に合ったなっていう先生を見つけてほしいと思います。まあ、先ほどおっしゃったように、まあ、費用面がちょっと高いんですけどもそれに見合うボリュームのテキストあと過去問集あるので、まあ何でしょう、うまくこの自分のできるやつとかもし合わなければそれはもう使わないでテキストベースで勉強するとか、あこれは過去問集使って勉強するとかで自分でこう取捨選択してできるっていうのがいいところなので、まあ、気をつけるっていうのは、まあ、ちょっと費用面が高いぐらいなのででもそれに見合う当然私も合格できたのでそこがね、自分の中で消化できれば必ずいい結果が出るのかなって思います。ありがとうございます。はい、では最後のこと今からもしくは今から勉強しようと思っている方とあと今苦しんでいる方に何かこう一言あればお願いできますか。あはい、なんか以前根本先生が司法書士試験は普通の人が異常な努力をすれば合格できる試験ですってお話ししてたと思うんですけど、あ覚えてますか。ね、話してるし多分ね岡山本校にねその色紙置いてある。あ、私それ待ち受けにしました一時期。あれが。で、私も本当にそうだなと思いました。で、まあ、私5回もかかっちゃったんですけど、まあ、やっぱりこの5回目の、まあ、1年は本当にすごい異常なぐらい勉強しましたし、まあ、異常な感じで先生の写真を置いて勉強してたんで。まあ、本当に一生懸命やれば多分普通の人が受かる試験だと思うんで、まあ、できれば根本先生の授業を取って、頑張ってもらえれば絶対は言っていけないかな、うん、いいんですよね、絶対っていうか普通の人が受かる試験だと思うので頑張ってもらいたいと思います。あと一つだけいいですか。はいはい。で、まあ、根本先生も結構私に厳しかったんですけどずっと。でも最後本試験の日早稲田の正門で先生が立ってたんですよ、うん、覚えてますか。覚えてますよ。で先生が覚えてないかもしれないですけど先生今日だけ私に優しい言葉をかけてくださいってしたんですよ。言ったらなんか先生が今日はあなたが合格するための日だからってお話ししてくれたんですか。覚えてますか。多分言ったクレーフとしては、うん、教室に入ったとしたら、うん、そのほとんどの人はあなたを受からせるために来てるんですそう100人33人その教室に行ったとしたらあなたを受からせるために受けてくれたんですと。そう思ってきなさいと。わざわざみんなが集まってくれたんだからみたいな、うん、その言葉はやっぱり結構私のその一日奮い立たせてくれたっていうか、もうあ先生最後だけは優しかったなって。最後だけだなあ、まあ、とにかくあれ私何を言おうとしたんだ。とにかく一生懸命頑張れば合格が手に届く試験なのでどうか自分に合った先生を見つけて頑張っていただければと思います。ありがとうございます。お願いします。はい、特にまあ複数年受験して、まあ、苦しんでいる方とかに向けてなんですけども、周りを気にせず突き進んでほしいなと思います。私もまあ同じ受講生の中で何回過去問集回した10周したとか
そういうの聞くと多少不安になったりするんですけども、必ずしもその過去問集10回やったから受かるわけでもないし、当然あのテキストだけ読んでるから受かるわけでもないし、その受かる年にあの受かる実力がある人があの受かる、あその能力、あ能力はみんな備えてるんですけども、あの受かるそのところに行けるだと思うんですよ。特に私は今年本当にその試験前に勉強できなかったし、すごい不安だったんですけども、それでもなんとか今ここにこうして、まあ、先生と対談させていただいて本当に嬉しい気持ちだし、その気持ちって多分この受かって本当味わえる達成感なので、もしも諦めかけている方がいらっしゃったら諦めないでほしいなと思います。なので頑張っていただけたらと思います。ありがとうございました。長くなりました。じゃあとりあえずこのあたりにしましょうか。この回のこの動画で、ね、多分ご自身のなんか疑問点の一つ二つでも取れれば本当に幸せな限りです。では皆さん勉強の方続けて頑張ってください。本日はどうもありがとうございました。